ダストです。本日も実家から撮影しています。本日紹介するのはこちら、じゃん、ベイブレードバーストゴッドレイヤーシステムのブラストジニウス 5GGR だ。イエーイ。はい、こちらはですね、ベイブレードバーストゴッドに登場するジョシュア・ブーンというキャラクターが使うベイとして登場しました。すごい髪型だね。今この撮影をしているのが8月11日になりますので、まだテレビ本編にはこちらのジョシュア・ブーンは登場してないので、まあどういう活躍するのかが分かんないんですけども、まあ先行してベイが登場してますので、ベイをじっくり見ていきましょう。このブラストジニウスのゴッドレイヤーはサイクロンウォールというもので、バトル中に上昇するスライドレイヤーで敵の攻撃を回避というゴッドアビリティになってます。はい、中出しました。中出すとこんな感じになってます。それぞれアップで見ていきましょう。はい、まずこちらレイヤーはブラストジニウスレイヤー、風の神ジンモチーフで、風をイメージした外側の歯が遠心力と衝撃で上昇し敵の攻撃を回避するディフェンスタイプのゴッドレイヤーとして登場してますね。この歯がですね、こういう感じで上にスライドするんですね。なのでこう敵の攻撃を受けた時にこういう感じで歯がスライドすることによって敵の攻撃を回避するゴッドアビリティになってます。なのでこう凹凸がなくなるので、引っかかってこうバーストするっていうことが極端に減りそうなレイヤーですね。ロックの高さはこれぐらいになります。結構高めですね。次はこちらディスクは5ディスク、こちらも新規パーツになってます。こちらはフレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、5つの歯がアッパーフォースを生み出すスタミナ系ディスクとして登場してます。ちょっとだけこの歯が上向きになっているので、これでアッパーフォースを生み出すというディスクになってますね。次はこちらフレームはグレイブ、こちらはクライスサタンにも付いてたフレームになってますね。コアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツで、大きな槍状の2枚の歯がバースト力をアップするフレームになってますね。はい、最後がこちらドライバーがガード、こちらも新規パーツになってますね。こちらは軸先の周りに搭載された上下可動パーツが、傾きに応じて支えるディフェンス系ドライバーというふうに書いてますね。この上下可動パーツが姿勢制御に大きな役割を果たすんですけども、こう傾いた時に上に上がることでスタミナの消費を抑えつつ姿勢制御を保つというドライバーの性能になってます。で、これらのパーツを組み合わせてできるのがブラストジニウス 5GGR になります。まあ、このベイの特徴は何といってもこのゴッドアビリティであるスライドする歯ですね。本当にこれが機能してバーストを減らせるのか、これをぜひ回して見てみたいと思います。ではバーストさせるべくガンガンアタックタイプで攻めてみたいと思います。まず初戦はゴッドバルキリー。フレーム上がってる。あれバーストするじゃん。続いてアルタークロノスの超アタックモードで、しのいでるかな。おお、しのいだね。最後はキラーデスサイザー。当たらない。おお、しのいだ。次は横から見てフレームがちゃんと上にスライドしてるか見てみます。この段階ではまだスライドしてないですね。ここではしっかりスライドしてますね。おお、スピンフィニッシュ勝ち。いくつか回してみましたが、そうですね、ゴッドバルキリーにはちょっとバーストされちゃったんですけど、それ以外はですね、しっかりバーストされずに
耐え切ってたのでしっかりゴッドアビリティは働いてるかなと思います。ただちょっと1個気づいたのがこのドライバーのガード部分、これがですね回らないんですね。上下には動くんですけど回らないんですよ。なのでこのせいかスタミナがですね若干ない。だからこうバーストは防ぐんですけれども結構ギリギリスピンフィニッシュで勝つとかそういった感じがちょっと見受けられるかなという印象がありました。なのでまあ改造するとしたらまずこのドライバーでもうちょっとこうスタミナが持つようなものを使っていけばもうちょっとこう強くなるんじゃないかなという印象を受けました。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。